おはようございます。今日は3月14日、今、だいたい7時ぐらいです。今日もまた、いつもの、いつものポイントに来ました。とりあえず、3月に入って80台2本出してるので、今日もまあ80オーバー、出てくれればいいかと。それとまあ90オーバーですね。でまあ今日なかなか話がもうだいぶなくなってきたんですが、今まあこの市販されてるボイリーニードル、使ってるんですが、私がボイリー使い始めた頃ってボイリーニードルって全然売ってなかったんですよね。それでまあダイソーのセーターとか、マフラーとか毛糸編み針というんですか、あれを使って、やってました。でこれはたまたまどこで買ったかも忘れちゃったんですが、これ見つけた時、私ボイリーニードルって写真でしか見たことなかったので、これなんか似てるなと思って、もしかしてこれボイリーニードルじゃないのかと。で、これを買いました。で、まあ見つけた時はもうすごい嬉しかったのを覚えてます。で、これ取り外しができて、この先っちょの部分が、5本ぐらい、サイズが5種類ぐらいあって5本ぐらい入ってたんですよね。で、まあ、まあ他のサイズはもう知り合いにあげて、その頃まだもうボイリーニードルこういうの出てなかったので、あげて喜ばれた思い出があります。というわけでまた今日もボイリー、ツナモル20と、コンプレックス18、まあもしくはソースの18でやっていこうと思います。7時15分、1投目打ちました。またもういつものポイントに、ポイントというかいつも当たってるポイントに今日もうまく入ってくれました。今日はね、多分昨日が沸かし用だったので今日は中し用のはずです。まだちょっと態度グラフ見てないんでちょっとあれなんですが、確か中し用だったと思うので、結構期待は持てると思います。食い気が出ると思うので、多分まあ坊主はないと思いますね。今日はまあ気温もまた20度以上上がるらしいので、まあなんとかここの記録級の魚を狙っていきたいと思います。で、今日はまあ、シマノの残りで行ってみようと思います。昨日の絶海も、だいたい7、3調子ぐらいの竿なので、柔らかい、バレが少ない竿ですよ。これもだいたい
感じ的には同じですね。これも7、3ぐらいの竿です。すいません。メータークラブの方はだいたい28ぐらいで、すごいもう腰というか胴というかすごい硬い張りのある竿なので、かなりの大物じゃないと反発してバレちゃうんですよね。だからまあまだこの時期はあの竿はちょっと、まあ、でかいのがかかれば多分大丈夫なんですが、あまりでかくないのはバレが出ると思うので、しばらくはのごいか絶海でやっていこうと思います。それじゃあ今日も一日頑張っていこうと思います。当たりました。かなり糸が出てます。じゃあ上げます。やっとここまで、これ50メーター以上向こうまで走りました。まだちょっとここじゃサイズわかんないので、もうちょい寄せてみようと思います。まあまた昨日の最後ぐらいのサイズですかね。80はないような、まあ75はいってるようなサイズですね。どうするかな。じゃあまあとりあえず1本目なんでちょっと測ってみます。82ぐらいですね。連続で80台が出てます。まあ82ぐらいですね、だいたい。じゃあとりあえずまた80台釣れたということで逃がします。現在7時、50分なので、7時40分ごろに82が当たりました。とりあえず今月入って、3本目の80オーバーなので、5、6本、あと5、6本ぐらい80オーバー出れば90台が見えてくるかと思います。まあまだ朝8時前なので全然時間があるので、今日もまだまだ大きいのを狙って、頑張っていこうと思います。現在8時40分、風がそこそこ強く吹いてきて、今日はちょっといい感じですね。水面見てもらえば分かるように水がこう鏡になってないので、だいたいこういう時釣れるんですよね。だからまだまだ期待が持てると思います。まあとりあえず頑張ってみようと思います。北風が結構強く吹いてきました。ただ今日は気温が20度以上なるらしいので、北風が吹いてもあったかいです。まあ、結構いいんじゃないかと思います。また竿もちょっとたまに小さく当たってるんで、まあ、これは風で今動いてるだけですが、
とりあえずまあなんとか90台を目指して、っていうかまあここにたまに、ここでたまに、まあ、よく聞く話というか、まあ、90台がまあこの川、まあ、私の聞いた話、聞く限りでは3、4本出てるらしいんですよね。でまあだから90台も釣れてるからメーターも釣れるよという人もいるんですが、まあ私から、まあ私の感じではまあメーター無理だと思います、ここは。まあなぜかというと、まあ90台つっても大体91とか2とか90前半が3、4本釣れてるだけなんで、まあ普通に釣り知ってる人、メーター釣ったことある人ならわかると思いますが、そういうとこでメーターまず上がりません。メーター上がるようなとこは、もう90後半が、まあ何十本も釣れて、やっとメーターが釣れるような感じなんで。今までで90前半が3、4本釣れただけの川じゃ、まあまずメーター無理だと思いますよね。まあ絶対いないとは言えないんですが、まずまず無理で、90半ば行けばもうここで最高だと思います。というわけでまあ何かそういう意見があればコメントください。今目の前を鯉が泳いでいきました。とりあえずここものすごい浅い、タモなんか使えないぐらい浅いとこなんですが、一応この辺も鯉泳いできますね。小さい鯉は今50センチぐらいのが泳いできましたけど、とりあえず鯉は動いてるので、まあ食ってくるとは思います。あっという間に11時になりました。朝一発来てからちょっと当たりが遠のいてます。でもまあ、活性はそんな低くはないみたいなんで、鯉も目の前を泳いだりしてるし、今もその辺何回か跳ねてるんで、どうしましょうかね。とりあえず一回一発餌打ち替えてみて、ちょっと様子を見てみようかと思います。当たりました。ちょっと上げます。また同じ感じですね。向こうまで走られてます。なんかちょっとまた向こうあの辺なんかあるみたいで、ちょっとそこ入られてるんで今、
竿掛けにかけて出るのを待ってます。さっきも潜られて、これで出したんで、うまくいけばまた出ると思います。またこれも50メーター以上引き出されてるんで、結構でかいかもしんないんで、なんとかあげたいと思います。一応竿先が動いてるんで、まだくっついてます。っていうか出たかな、出たら多分センサーになると思うんですけど、ちょっと試しに今ちょっと上げてみようと思います。ちょっとダメだったんで、もう一回置いてみます。ちょうど今12時10分ぐらいで、かかったのが12時頃なんですが、ちょうど飯食ってたんで、竿のとこ来るまでちょっと時間がかかっちゃったんで、その間に走られちゃって、今どっか障害物に潜られてます。とりあえずまあまだもうちょい出るまで、いうか、先っぽまだちょいちょい動いてるんで、ついてるのはついてるんですが、これで走ってくれればいいんですが、じゃあもうちょっと待ってみようと思います。ちょっとあれからとりあえず5分ぐらい経ちました。鯉っていうのは大体もう、なんか巻く時はもう20回も30回も巻くんですよ。だからもう1回巻かれると、はっきり言ってもう鯉が、自分で出てくれるまで待つしかないんですよね。あと、まあ、一回、一周、二周程度だったら、なんとか出せるんですが、この感じだと結構もう、巻いてるみたいで。ちょっと自分で出てもらうのを待っています。今まだ10、まだつか、今12時15分ぐらいなので、あとまあ15分ぐらい待ってダメなら諦めます。一応12時半になって、出ないので、もう無理やりバレるの覚悟で巻きます。杭の先の方にみんな逃げるんですよね。あの辺になんか障害物あるみたいで、多分あそこに今いると思うんですが、まあ、とりあえずダメならダメでしょうがないんで、バレたら次の餌を打ち替えようと思います。ダメでしたね。重りのこの先から切れちゃいました。ちょっと仕掛け取っ替えて打ち返します。1時、ちょっと前、です。今西から風がちょっと強めに変わったんで、
これは結構いい数だと思います。もう1本ぐらい今日、当たればいいんですが、多分当たってくるとは思います、この感じだと。じゃあまた今日もいつも、3時半ぐらいまで頑張ってみようかと思います。現在2時です。とりあえずもう最後の餌打ちをしました。まあ、とりあえずまたこれで当たれば終わりで、当たんなくても3時半で上がろうと思います。いや、せめてあと1本釣れればと思って頑張ります。もうそろそろ時間なんで、もう帰ろうかと思います。実は2時の、あれ言った後、2回当たってるんですが、2回ともバラしちゃって、もう、まあ今日はとりあえず82が上がったんで、もういいかなと思って上がろうと思います。まあまだこうシーズン入ったばっかで、80台が3本上がってんので、とりあえずいいスタートかなと思います。で、まあ、まだまだ、6月ぐらいとかまで、多分、釣れると思うので、なんとかそれまでここで90台、頑張ってあげてみようと思います。それじゃあまた、次の動画、よろしくお願いします。